あ、かかった。食った、食った。はい、どうもこんにちは、なおです。今日は、皆さんもご存知の通り霞ヶ浦に、来ています。2019年のね、1月で、非常に風がね冷たくて、風速多分10メーター近くあるのかな、強いんですけど、今日はこのねスピニングタックルで、このミノーって呼ばれる、ミノーとかシャットって呼ばれる小魚を意識した、ルアーで、バスを釣っていきたいと思います。強いというやばい感じですけど、実際にこの霞ヶ浦久々に来たかな。ここ一直線霞ヶ浦、あれだな、道すぎるな。フィールドも広大っていうのもあるし、とんでもない魚がいるのは知ってる。やばい、舐めてた。寒い、わかんないな。井の中の蛙だ俺は。普段釣りしてるところでしか釣りパターンを知らないんでね、やっぱしょぼいっすね。ルアーを、交換しました。より、ビッグミノー、これをスピニングでやるっていうのはちょっとナンセンスかもしれないですけど、あ、あ、かかった。食った、食った。かかった。あ、あ、バレた。うわー、マジかよ。あー、やっちった。うわー、あー、やっちったよ。今のちっちゃくなかったぞ。このディープミノーで今叩いてたんですけど、あー、やった。はい、どうやら、この霞ヶ浦の、今土浦の方ですねの、ちょっと流入河川の方に来てみました。こっちの方がねフィールド的には狭い、狭いので、バスのこう範囲もね、絞って釣りができるんじゃないかなと思います。さっき一度ヒットしたシャットで、もう一回ね狙っていきます。フィールド、思ってた音深くない。てか浅っ。はい、次はエビさんを意識してちょっと打ってきます。霞ヶ浦っていうだけあって釣れそうなイメージ。スモラはこうやって流していくだけで十分釣れると思うんだけどな。
はい、そういうわけでして今回は茨城県霞ヶ浦、まあ、あの流入河川と、まあ、本湖の方を、狙ってきました、まあ、土浦方面ですね。で、総評としては釣り開始早々にね、バスだと思いたい、しかも大きい、なかなかのサイズがね、ヒットしたんですけど、ロッドがグワンと重くなって、その後にゴンゴンってちょっと鈍いねヒットだったんですけどね、当たりがあったっていう、そのね一度のみで終わってしまったですね。本当は釣りたかった。で、この後もかなり長い時間ね粘っていろんなポイントをね打ってみたんですけど、することはできませんでした。バサーの数は本当にたくさんいて、まあ釣ってる人はねいませんでしたね。うん、難しい時期っていうのもあると思うんですけど、まあ全体的にスモラバとかダウンショットとかで狙ってる人が多くて、まあ、ミノなんかね、ワカサギベイトフィッシュを意識していろいろ探ってみたんですけどね、釣れませんでした。まあ、フィールドが大きいと釣り方っていうのも変わってくるんだろうなっていう実感が身に染みて分かりました。はい、そういうわけでして、また次回頑張っていきたいと思います。もし動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。